駅ホームの一駅は、高知県高南市の市町西野にある、土佐黒潮鉄道五面、那覇線の駅。高南市の代表駅である。駅番号は、GN37。交換設備のある、相対式二面二線のホームを持つ、高架駅である。一番線を、上下主本線、二番線を、上下深本線とした一線スルーとなっており、設備も両方向の入線。 発車が想定されているが、すべての定期列車が停車するため、ホームは方向別に使い分けられている。駅員無配置ではあるが、駅車内の売店で定期券や回数券を販売しており、乗車券自動販売機も設置されている。そのため、業態としては、簡易委託駅に近い。入り口は、西入り口と北入り口があるが、時間帯によっては、北入り口は閉鎖される。 バイアフリー対策エレベーター設置駅。朝夕の混雑時を中心に、5面駅マイナスの1駅間では、ワンマン扱いの列車にも車掌が乗り込むことが多い。状票の路線名は、旅客案内上の名称で表記している。駅の開業によって、駅の西側を南北に走る道路が整備され、その道沿いに様々な店舗の出店が相次いだ。 ショッピングセンターが隣接しているほか、周辺にはレストランやコンビニエンスストアなどがある。駅南約100メートル名称は、のいちんどんマン。のいち町で行われる、ちんどんコンクールにちなんだキャラクターで、ピエロのような服装をしている。なお、このキャラクターのモニュメントは、北入り口付近に設置されている。ありがとうございます。